です。漢中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。この勝利により自ら漢中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、義を討つべく進軍を開始。狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。関羽をあぶり出し討ち果たせば三国の均衡は崩れる。全ては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。関公、関作、銀平、こたびがお主たちの初陣だ。実戦は鍛錬とは違う。経験したことのない事態も起きよう。だが決して焦るな。己が命を守ることを第一とせよ。お主たちにはこの父がついておるゆえ、存分に働くがいい。いろいろとわからぬこともあるだろう。その時は遠慮せず兄を頼ってくれ。未熟者ではあるが、少しは力になれるはずだ。職のため精一杯力を尽くします。軍神の子として恥ずかしくない戦いをいたしましょう。私も兄上たちに負けないよう頑張ります。関銀平、関羽の娘で関平、関公、関作の妹である。護身術のために習った武芸は兄たちも顔負けの腕前。美しき容姿と素直な性格の持ち主で、民や兵からの人気も高い。時は三国鼎立の時代。彼女の父関羽は劉備の命を受け、魏の繁盛へ進軍する。お主たちの成長、父も楽しみにしているぞ。
馬がご入り用で。またお待ちしてます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。何を召し上がりますか？またのお越しを。諸葛亮殿より繁盛を攻める策を授かった。城の近くを流れる川を使うべしとのことだ。ここんとこの雨続きで城の東側の川の水位が上がってるみたいですぜ。そこに目をつけるとは、さすがは諸葛亮殿でさ。川の上流には堤があります。周辺を制圧し罪を壊してしまえば城は水没するでしょう。ではみんなで堤へ攻め込めばいいんですね。私頑張ります。ですが川の水位が上がっていることは敵も気づいているはず。我らが堤を狙うことを警戒しているでしょう。闇雲に攻めても被害が大きくなるだけではありませんか。では二手に分かれてはどうでしょう。片方は堤へ向かい、片方は城を攻める。城攻めの部隊に陽動させればきっと堤の守りも薄くなるはず。うん、ここは観光の策に従おう。お主たちの戦、父に存分に見せてみよう。親分のお子様たちも随分立派になりやしたね。拙者は良き父とは言えぬかもしれぬ。だが皆良き子に育ってくれた。親としてこれほどの喜びはない。いざ繁盛を攻め落とさん。我らの武勇で諸葛亮殿の秘策をなすのだ。水攻めに備え船を確保したい。防御体制を取るのだ。繁盛へは近づかせん。お前たちは俺が止めてみせる。すごく強そうな戦力。でも精一杯頑張ります。よし、ここで防御
態勢を取るのだ。うまくいきそう。義の援軍が半城に向けて進軍中。喜んでいると思う。総分裂が相手となろう。覚悟せよ。できる。全力。タッ。敵将討ち取った。我が娘なが、とてつもない豪遊よ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。この務め果たせなかったか。はい。殿。いや。申し訳ありません。よかった。これで繁盛に向けて進めるね。あれ、もう終わり？ならよかった。一人でできる。さすがだな、銀兵。あまり壊しすぎるなよ。戦場などに何の用だ。ああ、いい、叩き潰してくれる。戦場を守りきれなかったか。はい、全力。はっ、はっ、はっ、はっ。さすがだな、銀兵。あまり壊しすぎるなよ。うまくいきそう。あれ、これで
漏れぬとは。うめえ。船をご所望ですか？俺たちを守っていただければ協力します。造船所も取り戻していただけたようですね。ギニは船を出しません。約束します。申し上げます。造船所と船を確保いたしました。これで敵が逃げることは可能。全てを水に沈めん。あれ、うまくいったみたいです。おお、素晴らしいご活躍。幕女を奪うつもりか。狩り討ちに来てくれる。おやま、見ていてくださいよ。必ず俺が幕女を取ってみせます。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。我が娘ながらとてつもない豪遊よ。駆け足よい、全速力で行くぜ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。はい、Come on.
娘なら、とてつもない豪遊よ。なんたる豪のもの、これ以上は抑えきれん。守りは我らが受け、これでいいかな。決して何者にも抜かせはせぬぞ。あれ、もう終わりならよかった。すごいな、金平。父上も喜んでいると思う。艦長を攻めるには城陽の確保が不可欠。何としても落としてみせる。はい、よっよっ、セイブ、はっ、セイブ、ふっ、はっ、ダウン、ダウン、よっ、はっ、えい、行くぞ。は、あれ、これでいいかな。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。
三条南に包みを築きましょう。そうすれば水も、ただ敵に悟ら、諸君の工作兵だと？こんなところで何をしている？感づかれた。これじゃ作業を続けられない。敵の狙いも確かめられないとは。これで作業に戻れるな。はい、ほっ、やっ、ほっ、だ、見ていて、はぁ、敵の狙いは気になるが、これ以上は無理だ。引くぞ。これで作業が再開できます。ありがとうございます。おかげで包みが完成しました。水攻めの効果が期待できますね。あれ？もう終わり？が娘ながらとてつもない豪遊よ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。伝令、繁盛南側の包みが完成しました。よくやってくれた。 CK は必ずや大きな効果を上げよう。そこまでだ。これ以上繁盛には近づかせないよ。真っ向勝負は無謀だったか。宗神殿、面目ない。敵将討ち取った。あれ、もう終わり？ならよかった。やるな、眩しいじゃねえか。おい、さすがだな金平、あまり壊しすぎるなよ。おお、繁盛の西から援軍が来たぞ。これで魏軍を押し返せる。上諸君に援軍だと？さすがに厄介だな。この繁盛、諸君には渡さぬ。我が身を盾とし、守り抜いてみせよう。自分はそう思考。戦いが望みとあらば放射せぬぞ。うまくいきそう。あれ、これでいいかな。金兵、お力、真の三国武装だな。はい、全力。繁盛を囲む水は多いほど良い。周辺の木々から木材を煮
常用の安全が確保されたようですね。集中して作業でき、効率も上がるでしょう。こいつは丈夫な木材ですね。見事な包みができたようですね。水攻めも堅固な包みができたようだな。水系の効果は大いに高まろう。さすがだな、銀兵。あまり壊しすぎるなよ。や、よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。はっ、や、私たちのものでいいのよね。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。
この戦、兵器での攻撃が有効でしょう。繁盛へ運ぶので護衛をお願いできますか。一人でできる。見ていて全力。兵器を持ち出してきよったか。これ以上は進ませんぞ。うまくいきそう。さすがだな金平。これでいいかな。あまり壊しすぎるなよ。なかった。防ぎきれぬとは。敵将撃ち取った。やるな、眩しいじゃねえか。おい、攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。はい。やっ。どう。だ。や。えい。繁盛まであとわずか。急ぎ援護に向かわねば。
できぬとは、それがしの分はこの程度か。敵将討ち取った。話したいことがあるのにうまく言葉にできない。挙動不審でごめんなさい。
とされた。艦長に援軍が遅れぬ。何としても守り抜くぞ。神官の守りは固い。いかに攻めるべきか。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。うまくいくさ。あれ、これでいいかな。地が落とされるなど。これで武漢からの援軍は阻止できる。繁盛での戦も有利に進むだろう。敵将撃ち取った。あれ、もう終わりなら良かった。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。その勢い誰にも止められますまい。このままじゃ諸君の奴らに押されちまう。援軍はどうした。はっ、一人でできる。援軍が来たぞ。ここから巻き返してやるんだ。
兵器が3台たどり着きました。これで繁盛に大きな被害を与えられます。兵器の準備ができたぞ。繁盛へ向けて打ちかけろ。うわ、敵の兵器だ。このままじゃ白が。あれ、うまくいったみたいです。すごいな、キンペ。父上も喜んでいる。敵将、討ち取った。さすがだな、キンペ。あまり壊しすぎるなよ。うまくいきそう。これでいいかな。されど繁盛は断じて明け渡さぬ。また繁盛は落ちぬか。さすがは宗神、固い守りを。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。将軍、関羽の軍に捕らわれたとのこと。よくも宝徳将軍を。将軍、今こそ我らが打って出る時です。宝徳将軍をお救いし、連携して関羽を叩きましょう。関羽よ。武分足高校を申し入れる。何を願わくは、我が機下全ての命の保証を望む。承知した。我が兄龍玄徳の名に誓い約束しよう。将軍、なぜです。おじけづかれたのですか。軍において上官の命令は絶対だ。方便は認めん。あなたという方は。各隊をまとめ整列せよ。うだるにせよ。軍旗は乱すな。繁盛は関雲長の軍が制した。皆よく戦ってくれた。その奮闘ぶり嬉しく思うぞ。少しでも父上のお役に立てて嬉しいです。それにしてもものすごい勢いで城に水が流れ込みましたね。あれほど多くの水が流れ込めば、いかに堅固な城とてひとたまりもないでしょう。義兵も戦意を喪失したはずです。だが敵はそれでも城を明け渡さなかった。
なんと強靭な精神力だろうか。この城は義にとってそれほど重要だったということでしょうね。俺の思い過ごしでしたらいいんですが。周曹、いかがした？懸念あらば遠慮せずに申せ。はい、戦いの最中、敵は何かを待っているような気がしませんでしたかい？援軍か、それとも何か別のものか。魏の援軍か。なるほど、観策の言う通り、繁盛は魏にとって重要な拠点。おそらく躍起になって取り戻そうとするだろう。だが我らは城攻めに多くの兵力と物資を投入してしまった。魏の援軍を迎え撃つには一度体勢を立て直さねばならぬな。武金の降伏を受け入れた後、兵糧の消費が一段と早くなった。我が軍の兵糧は尽きかけておる。周曹に高梁からの兵糧調達を命じたが。親分、一大事でさ。高梁はすでに五の手に落ちてます。留守を守ってた奴もほとんど五に寝返りやがって。我らの本拠が奪われたというのか。己尊権、名も約定も破り我らの留守を狙うとは。父上、繁盛が義軍と五軍に包囲されつつあります。なんだって。なんと。義の援軍はすでに布陣済み、五軍は南から進軍中です。この両軍の動き、まるで事前に示し合わせていたかのような。そうか、この戦の裏で呉は我らを裏切り魏と手を組んでおったのか。赤壁以来の同盟を捨て逆賊である魏と結ぶとは。己尊権、我が魏の刃で必ず打ち果たしてくれる。でも親分、俺たちの兵糧はほとんどないんじゃないですかい。このままじゃ孫権を討つどころか城を守ることもままなりませんよ。腹をくくらねばならぬか。それはつまり城から打って出るということですか。ことここに至っては繁盛にこだわってはいられまい。引くは無念なれど、拙者は兄者との約束を破るわけにはいかぬのだ。皆、拙者の言を心して聞け。我らは今よりこの城を捨て駅州へと逃げ延びる。敵を討ち功を挙げようなどと思ってはならぬぞ。窮地を脱するが第一と心得よ。まさか盟友の呉に裏切られるなんて。赤壁で職後は共に手を取り合い魏と戦った。その呉が今度は魏と組み私たちを追い詰めているのか。劉備様の奥方様も呉のお方と聞きました。とても素敵な人だと。それがどうしてこんなことに。みんなしっかりするんだ。
今は五の裏切りの理由を考えるべき時ではない。この窮地を我ら全員で脱し、次につなげることを考えよう。さよう。今戦うべき相手は五でも義でもない。城の包囲を突破すれば我らの勝利ぞ。任せてください。俺の足で包囲なんざ突っ切ってやりますわ。おっと、俺一人が生き残ってもダメですよ。親分たち全員が生き残ってみんなで劉備殿に会わねえと。みんな一心に益州を目指すのだ。父を恐れるでないぞ。いざ出発せん。北からは義、南からは呉が迫るか。包囲を破り生きてこの地を脱出せねば。おのおの死力を尽くして進むのだ。南西の臨所で落ち合おうぞ。